ワホさん、こんにちは。こんにちは。今日はこのセカンドショットについてちょっとお話をしたいと思います。はい。まあ、ティーショットの、まあ、ショートホールでのティーショットと違って、このセカンドショットって注意することがたくさんありますよね。はい。まあ、ピン位置もそうだし、このラインの状況によって打てる球筋っていうのが、ほぼ決まってきます。はい。なんでそのショートよりもやっぱりこのセカンド地点っていうのはかなり難しいわけですよ。はい。で、まあ、これ今日ちょっとグリーンにね、打てない状況なんですから、まあ、正直このちょっとこことかに来ると左足下がりなのね。はい。で、こう左足下がりでもう打てる球ってちょっと低めの球になってくるじゃないですか。はい。そうするとグリーン止まらないっていう、ね、そうですね、なってくるよね。で、だから球筋が絞られてくるわけ。はい。でもティーショットのショートでのティーショットって自由なとこを蹴ってティーアップして狙えるじゃないですか。はい。だからここはだからすごいなんかこう考えないといけないというか、それはプロレベルの話でしょって言われるかもしれないんですけど、やっぱ皆さんも、かなりそのリスク回避っていうのはできると思うんだよね。はい。まあ、この状況でまあ、ちょっとグリーン方向を移してもらうと、これ絶対距離届かないんですけどね、右に池がある状況なんですよ。右池です。右池がある時にティーグラウンドを左に立ってピン狙うと池の方にちょっと打つような感じになるじゃないですか。はい。そうすると右の池が効いてきちゃう。はい。で、逆に言うと右に立って、ピンをちょっと左狙おうとすると右の池が消えるみたいなことができるよね。はい。で、このセカンドっていうのはできないわけですよ。で、この時に僕が何気をつけてるかっていうのをまあ注意して説明していきたいと思います。はい。まずこうパーってきた時にライね、ライですね、浮いてるかどうか。浮いてないわけよこれも。まあ、もう浮いてはいないですね。浮いてはない、この時期ですからね。そうね。まあ、150ヤード打つとします。はい。その時に浮いてないかと。浮いてない左足下がりっていうことはちょっともう低めの球になるな。はい。そうするとキャリー、まあキャリーが140ぐらいでいいなとかってなってくるわけよ。はい。ピンが150になった時、ほんでコンコンコンって転がっていって、まあ手前5メーターぐらい乗ればいいなみたいな計算になってくる。そういう風にしてちょっとこういつも考えてないことを皆さんも考えると、あ、こういう時のために低い球の練習しとかなきゃとか、はい。そうやっていつも練習場でやってる練習がこの実戦で役に立つ練習になってくるわけよ。おー、いいですね。これが大切なのね。はい。練習場で平らなところパーン、いいショットした、こんな感じかっていうのはほぼ使うことがないわけ。はい。ティーアップできるショートホールは4つしかないの。セカンドショットは14ホールあるんだ。そうですね。で、14ホールで、しかもその関係あるのはもう20回、25回ってなってくるわけよ。はい。なってくるとやっぱり球を曲げる練習っていうのは必要ですよねっていう話、今日は。わあ、なんか説得力半端ないです。いや本当に、はい、そうで、だこのライからだと、まあ、ちょっと8万円で打っていきたいと思うんですけど、もうなんか高い球でシュパーンみたいなのはもう無理なわけね。だからちょっとこう低めの、はい、ちょっとスライス目を狙うわけいきますね。ほう、こうちょっとカット目にこう打ったりするわけですよ。まあ、かなりターフも左に抜けてるし、はい、で今みたいな練習がなぜ必要か、なぜ練習場で僕が、まあ、いつも曲げる練習とかいろいろした方がいいっていうのはこういう状況のため。はい。まあ、これはもう確かに普通に、うん、まあ、この状況から普通のスイングをしたら、うん、まあ、ボールに当てるのも難しいかなってちょっと思っちゃう。カスってなったりするじゃないですか。はい。要はまあ、じゃあここになってくるとまた違うじゃん。これライ、しかもライよくしてこれ浮いてるわけ。はい。浮いて左足上がりなのよ今度。じゃあこの木の上いけるじゃん。だそういうふうにこういろいろライを見極めた、じゃあこうターフ取んなくても綺麗に打てるわけよ。浮いてるから、まあ、浮いてて左足上がりだと、そう、だ こういう状況のためにいつも曲げる練習をしないとダメですよっていうのを言ってるわけ。ただ曲げてるだけじゃないんですね。曲げる時もそう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 、あ、なんかあちょっとね大変申し訳ないけどこのディボット入りましたと、うわ終わってるわみたいな、マジかよみたいな、この時にあ上から打ち込む練習しといてよかったなって思うわけじゃん。
ああそうですね、バーンって打ち込ん、大体でもさ上から打ち込んとするとフェースって左向いてくるから、はい、左行くんだけどそれを活かせないみたいなのが生きてくるわけよね。だから練習って何のためになるかっていうと、いい球を打つためじゃなくてこういう現場で生きた球を打つためなのね。だそれをもっとみんな考えて練習しないとダメです。おお、左行かない、フェースを返さないでね。じゃあフックしていくことはないから、はい、今みたいな練習が必要ですよというのをね、今日は皆さんに伝えたいなと。結局そのまあ練習場ってまあライも良くて、はい、まあ、平ら、うん、じゃないですか。まあそこのその状況ってまあほぼない、もうティーグラウンドだけよ。ティーグラウンド、ティーグラウンド、ティーグラウンドもまあまあね、いろいろあるからね、あったりするじゃないですか、うん、なんかちょっとつま先下がりだったり上がったりするんですけど、うん、かそういった状況ほぼないんで、うん、それが来た時というか、まあ、その準備をどれだけするかと。そうそうそう、そう準備をしておくことが現場で生きるわけね。まあ、まっちゃんと今休憩中にさ、ゴルフってマジ難しいですねみたいな話してたんだけどもうだから結局こういう練習を皆さんしてないから難しいんだよね。あ、逆に俺らはコースでばっかり練習してるから、はい、こういうのが逆に得意本当それはありますね。そうだからこうやってライが悪かったりした時に、まあ状況を見て、まあこれはまあ空間把握能力が必要だけど、まああの木はこういうの何番が必要かなみたいなのも、はい、まあ、自分の実力とね照らし合わせないといけないんですけど、自分が無理だったらもう下行くとかさ、そういうのはやっぱりやんないとダメね。ちょっとここだと簡単すぎるね。それでもここ左足上がりで木の下行くのって逆にむずいじゃないですか、うん、上行っちゃった方が楽だし、左足上がりでね、はい、だからかなりこう抑えていかないと。これまっちゃんに言ったやつだよね。かなりもう右に置いて上から潰してを出すみたいな、こういうのが必要ってことですよね。はい、はあ、いやだからいろんな打ち方を練習しておかないと結局現場では生きないですよっていう。いやまあ本当になんか僕もまあやっぱコースでいろいろこうやりすぎて、うん、練習場やってることをコースに、うん、コースでやろうとしてたくさん失敗してきたんですけど、うん、結局コース来たらなんかその練習場でやったそのスイングみたいなのをなんかしてる、なんていうんですかね、してる余裕がないというかあもっとこう球を打つというかどこにボールを運ぶかっていうことの方が、うん、大事っていうことが、そう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 、やっぱそれが頭の中にちょっとあるんで、うん、その練習場でのスイングを、うん、なかなかコースでやっぱ試すことできなくて、ああまあ確かにね、はい、なんかこう今取り組んでることとかをね、はい、現場見ちゃうもんね、左 OB とか右 OB ね見ちゃいますからね。そうなんですよ。だそれくらい逆に言うとその現場に集中できると、うん、そうそう、もう少し変わってくるかもしれない。変わってくると思うよ、うん、だからやっぱりこう僕たちはライが悪い状況でも あんなところから乗るんだみたいなことができるわけよね。あ、そうですね、そうなんだ。そういう練習をねやっぱりもっとしてほしいんだけど、まあなかなかこうまあ皆さんにはこう、まあ、伝わらないというかね、難しいのかなと思いながらね。そうですね、だからその僕それこそその宮崎の合宿の時に、はい、先輩プロに、うん、ちょっと教わったことがあったんですけど、はいはいはい、まあ、ロングホールで、うん、まあ、僕は右の林に入れたんですよ、うん、で右の林から僕はもう、まあ、100ヤードぐらいちょーんと低く出して、はい、まあ、3打目距離残っちゃうけど、うん、3打目勝負で行こうと思ったら、はい、その先輩がこういうのを、まあ、刻むのもいいんだけど、うん、なんか3番ウッドで、うん、もう絶対スライスさせるような感じで低いスライス打ってったらもっと近くまで行かせられるって、まあ、そういうのもそうだねやってもいいんじゃないの、まあ、合宿なんだからそういうのなんかトライしてもいいんじゃないのって言ってやったら、まあ、その時成功して、いいですね、まあ、すごいいいとこまで行ったんですけど、結局その練習をしてないと、まあ、僕はその練習をしてなかったんで、うん、その選択肢が出てこないというか、確かに確かにそうだね。で結局まあ安全出して3打目距離残して結局ロングボギーみたいな感じなのが、僕はそれを言って、うん、まあ、近くから打てたからパーかバーディーで上がれたんですけど、そういったやることで可能性広げて、可能性がね、
またスコア1打2打こう変わってくると思うんで、あのレイクサイドのさ、はい、1番のロンがあるじゃん、はい、あれさ俺あそこね、まあ去年、まあ去年までのその孔明さんの合宿ではあのホールほとんどバーディー取れなかったんだよね、はい、俺やっぱティーショットやっぱ距離が出なかったからセカンドいつもね6番アイアンとかで刻んでたわけ、はい、で120ヤードとかから僕がいつも刻むところですね、そう打ってたのね、はい、でやっぱりついてもワンピンとかだったんだよ、はい、で今年ね結構バーディーだったの、はい、でバーディーチャンスだったらほぼ、はい、でそれはティーショット打って多少ライが悪くてもスプーンで打ってったんだよね、セカンドっすか、セカンドマジ狭いじゃんそこいやマジ狭いっす、右行ったらレッドペナルティエリア、左行ったら OB、はい、だから2日間ぐらいはあの左のバンカー入っちゃったんだけど、はい、でそれも何年か前に北村さんと一緒に回った時に北村さんがもう普通にスプーン打っていくわけよ、はい、で北村さんこれ狭くないっすかなんて言ったら、まあでも合宿だからな練習だからなっつって打っていくようにしてバーディー取っていかないとみたいな、そうかっていうのがあって、はい、で今年は、レイクサイド行ったら全部スプーンだったね、まあ、ティーショットがほぼフェアウェイだったからもう全部こんなところでも大体スプーンでえいっつって打ってて、一回グリーンエッジまで行ったこともあったし、あ近くまで来てたりもしてましたもんね、だからほぼバーディーだったの、やっぱりチャンスをこうどんどん広げて行けたというか、いや僕の飛距離だとちょっと狭いよね、ちょっとスプーンで右広いとかある、まあ意見もあるじゃないですか、うん、僕の飛距離だと右狭いんすよ、狭いよねいやでも俺らも右ペラったらダメだよ、まあ、いい当たりの右は大丈夫だけど、はい、ペラったらダメ、あだから僕は大体 U3 とかで刻んでたんですよ、 U4 番やつ、あーそっか U3 か、 U3 で刻んで100ぐらい、はい、ちょっと狭いね、ちょっと狭いっすよね、うん確かに、まあだから可能性はだから結構ね今年は合宿中結構スコアよ、まあオーバーパー2回あったんだけど、はい、結構スコアが割とまとまアンダーパーでまとまってて、それは例年と違って結構いったというか、あちょっと攻めた、そう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 、ロングとかもスプーンで打ったりと だからスプーンのまあ精度もね良くなったっていうのは多分あると思うんですけど、はい、まあそうやってこうやれたんで、まあだからいろんな可能性をまあ練習して、まあ今後の、まあ、今年のね試合つなげていければねいいですね、はい、いやまあだから本当にこういったことが本当に必要なんですね、そうそう必要、なんかやっぱゴルフって本当、まあ、スイング良くなったら、スコア良くなるってもう直結しないというか、スイング良くなったプラスいろいろこうやんないといけないから、はい、本当いい状況で打てるのってティーショットだけだ、そうですね、それ以外はほぼこう変なライン行ったりとかした中でどう打てるかなんで、はい、まあ、そこを皆さん踏まえていろんな練習をしていただきたいなと思います、はい、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。まあ本当にライがいいことの方が少ないからね、いやもうフェアウェイ完璧で、うん、めっちゃいいとこ行ったのに穴入ってるよみたいなあるじゃないですか、あるからね、マジかよみたいなことあるんで、うん、いやーって、まあ、そうやってなんかちょっとしたトラブルみたいな時に もう対応できる能力は必要ですもんね、そうだね、だからやっぱりショートホールの方がまあ、もっとピン狙いにいけて、セカンドショットの時はやっぱり打てる球質が変わってくるからその中でベストを尽くすみたいな感じだよね、だからこの状況とかだとさ、まあ、まあちょっと後ろ来てもらってさ、まあ、ちょっとグリーンに打てないからあれなんだけど、この木があってさ、はい、今これ190ぐらいじゃん、激ムズっすね、で、まあ、これまだ左足上がりでつま先下がりだからスライスでね、はい、こう狙えるけど木の上はもう無理だし、そうです、僕が多分持つとしたら4番アイアンになるんですよ、うん、まあ、もう無理だもんね、上がんないもんね、上がんないんで、そうですね、木の下、はあ、ちょっともうあのグリーンに置いてないのが、まあ、左の全然違うところ打ちたいと思うんですけど、ちょっと6番アイアンで打ってみるね、いやもう全然よね、だから多分でその中で一生懸命考えないといけないからね、いやドラゴンさんの6番アイアンで、いやかすってるよ今の、なんですよ、6番アイアンでまあ上超える、超えるかどうかみたいな、うん、今なんか結構いい当たりして、そうっすよね、うん、スピンも入ってあったけど多分チッてかすってもう
軽いですよ。軽いになるんで、まあ僕の4番、まあ、逆に言ったら4番ヤンで下に必ず、まあ、4番ヤンか3ユで大きいスライスだね。いやそうですね、ロフトに立ったクラブの方がスライスしやすいから、そういうのも状況の中でやらないといけないっていうね、まあ、皆さんそういうのをいろいろ考えて練習していただきたいなと思います。はい、はい、どうですかまっちゃん、僕のスリクソンの、ね、ちょっとスピン入ってる感じしないですか？あんま変わんないですか？いや、あの、わかんないっすね。いや、でもなんかあの、もともとはワコさんスピン入ってるんで、うん、で、なんか、だからスリクソンのアイアンの方が、うん、出玉が低い気がする。出玉低いよね。はい、それは感じます。それは感じる、俺も。あ、感じます。感じる。出玉は低い。だからスピンがまあ入ってるんだろうなっていう、その、うん、ちょっとこういう球だよね。はい、ピンの方がもう出玉高いもんね。高いっす。やっぱりピンか。いやいや、まあ、それはあとそのシャフトの特性かな、みたいなところもあるかもしれないですけどね。ピンあるか、まあ、あとはピンの方が出玉高いよね。高いっす、ね、高いっす。それはね思ってんのよ。でもスリクソンの方がちょっとこう吹き上がる球になってる。そうですね。だから最高到達点みたいなところとか、うん、ラック角度みたいなところはもしかしたらスリクソンの方が、うん、そうだね、こういってるかね。はい、まあこうなのか。まあピンはそうだね、どっちの方がいいんだろうね。まあピンも修理したやつが戻ってきたんで、もうすぐ、はい、本当1週間ぐらいで修理したやつが戻ってきたんで、どうすっかなみたいな感じだよね。まあ新しいアイアンも届くんですけど、どうかな。こんだけやってピン、いやいや、っていう、いや、それはもう俺では十分ありえるよね。ありえますね。あるよね。あんだけちょっと高えなって言ってたらブループリント S まであるかもしれないからね。あ、そっちもあるっすか。うん、まあ230の可能性もあるしさ、分かんないよね。分かんないっすね。まあな、こんだけプロジェクト X がいいっつって C テーパー戻るってパターンあるからね。いや、もう全然ありますよ。うん、ワンホンさん本当分かんないっす。そん時の気分だからさ。まあそうっすね。うん、ただ俺ね、ピンのピンめっちゃいいんだけど、唯一気に入ってない点だけ言っていい？はい、ピッチングなんだよね。あー、ちょっと行き過ぎちゃうんですね。ピッチングだと行き過ぎて46だと全然飛ばないの。はい、でもあの、まあこれもうあれだけど、ピンのピッチング W の顔が嫌いなの。あ、そうなんですか。もうストレートすぎて。あー、めちゃくちゃストレートですよね。めちゃくちゃストレートで嫌いなのよ。はい、あれが唯一の難点だね。あー、そうなんですね。まあ僕はまああんま気になんないんですけど。あ、もちろん W 使ってるもんね。はい、俺そこがね気になって、で46度入れてて、あそこだけねちょっと違うんだよね。なんか自分の印象とね、打ちたい球の感じが違って。まあでもまあ言われてることはなんか分かるような気がします。もうやっぱ基本ちょっとグーズ入ってる方が好きなのにさ、はい、いきなりピッチングから超ドストレートでロンガヤになるにつれてピンはグーズが入ってくるんだよね。あ、そうですね。だからその辺がちょっと違うなっていう感触があって、うん、あ、どうしようかなといろいろ悩むよね。でもやっぱり全部思ってて打ってて思うのはやっぱりどれも悪くないよね。どれもいいんですよ。なんかね、だからちゃんとそのクラブ一つ一つに差があるんだよね。差があって、あとはそれどこをチョイスするかっていう。そうなんですよ。なんかでも今回そのスリクソのアイアンをアッタスアイアンからプロジェクト X に変えて、はい、まあ、良かった点はなんかぶっ飛んでいかないっていう。ああ、そう言ってましたね。あれはいいなと思ってるんですけど、まあ、どうなのかなって、まあ、今度さ、まあ撮影はまだ先で、動画でもだいぶ先ですけど、はい、あのキャロウェイのアイアンのちょっとお仕事があるんですよ。はい、でキャロウェイのアイアン新作出るんですよね、 Z フォージドっていう。はい、あれもなんかスリクソンの ZX7 みたいな感じで1枚1枚っていうか、もうなんかいろいろ変なことしてないアイアンで、まあ、クラシックなロフト設定というか、まあ、7番33度ぐらいだったと思うんですけど、はい、まあ、あれも打つんで、まあ、どうなのかなっていう、まあ、今までキャロウェイのアイアンとか使ったことないからどうなのかなっていう、全部なんか何を取ってもそんな悪くないから悩むんだよね。そうですね。
難しいですね。どうなんだろうね、まあ、だからどれでもいいんじゃないですか、その、うん、もうここまで来たら。そうだね、はい、もうどれでもいけるっす。どれでもいいんだよね。だからその時のなんか今日なんか今日はいいなみたいなね、こっちの方がいいなみたいな。だからもう下の状況っすよね、明日のね。はい、緩かったらピンで行って。緩かったらピンはやっぱいいよね。ちょっと硬かったらスイクソンでちょっと打ち込むかみたいな。確かにね、アイアンを状況によって変えてる選手いないですからね。どうね、あんまりいないよね。いないです。ウェッジとかだったらあるかもしれないですけど、アイアンとかって大体年間通して使えますもんね。今度別で自分で買った別のアイアンがまあどうなのかなっていう思って、なんかあれはちょっと飛ばねえって言いそうだ。あれは飛ばねえって言いそうだよね。はい、でもスピン入るな、まっちゃん使う。あざっすってなるパターンかもしれないです。どうなんだろうね、なんかね、ちょっと出球が低くて吹き上がってる感じだよね。だからなんかこうイメージはいいんだよね、だからこういうイメージだから。うん、まあちょっとまたいろいろそこっすね。まあまあもう少し使ってみないと分かんないですから。そう、もう少し使ってみないと分かんないし、だってもう少しからさ、そうなんですよ、もう少しあったかくなってくんないと分かんないです、ね、そうなんですよね。そこに限る。これに C テープあるかな。じゃあもうピンでいいじゃん。え、まあでも可能性ありますよね。 ZX7 に C テープあるかな、わかんないな。まあちょっと、まあ、ちょっとこう考えますよ、いろいろ。まあ皆さんお付き合いください。わかりました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。